皆さんこんにちは、大根切断チャンネルの大根です。はい、今日私はですね、有楽町の国際展示場に来ております。ちょっといろいろ先ほど、フォトグラファーさんにですね、写真を撮っていただいて、はい、ここでね、はい、200枚と写真撮ったんですけども、はい、この後久しぶりに都内の東京のスイーツを皆さんにご紹介していきたいというふうに思います。それでは大根切断チャンネルスタート。ここからですね、スイーツをちょっと食べに行くんですが、今日はですね、日本橋にある、神サリ日本橋っていうですね、フードコートがあるんですけども、まあ、そこで有名なドーナツのお店があるらしいので、はい、ここからもう約20分ぐらいですね。それでは行ってきます。いや本当にここ、今さっきなんかモデルさんみたいな人がね、ちょっと写真を撮影をしてたんですが、あちこちで撮影してましたね。はい、ということでちょっと今から駅に向かいたいと思います。余談なんですけども、皆さんのおかげでなんとかやっとですね、チャンネル登録300人突破しました。ありがとうございます。いやー、やっとですね、ちょっと1000人まで行くのはね、まだちょっと長いんですけど、ちょっとこれからも頑張って、はい、行きますんで、はい、引き続きよろしくお願いします。御殿場町駅に着きました。はい、最近できたなんかフードコートらしいんですけども、いまいちね、場所が分かりづらくて、 Google マップを見ながら、はい、今向かってます。もうすぐで着くらしいんですけど、なんかこの辺にフードコートがあるのかな。ちょっと雨が、あ、ありました、ちゃっかり。こちらですね、はい、では早速中に入っていきたいと思います。いやー、美味しかったですね。いちごの生クリームがもう大量に入ってて、すんごい美味しかったですね。はい、またちょっと食べに行きたいですね。なんか結構お土産で買ってくる人、若い女性とか、OA さんとかですね、結構いっぱいいましたね。で、店内もすごくおしゃれで、すごく行きやすい印象のお店でした。はい、ということでですね、大根切断チャンネル、チャンネル登録ですね、はい、300人突破しましたので、次は400人、はい、400人を目指して、はい、皆さんチャンネル登録お願いいたします。あとインスタグラムと、TikTok もやってます。はい、でもしこんなお店行ってほしい、こういうスイーツ食べてほしい、こんな企画やってほしいってありましたらですね、コメントですねいただけたら嬉しいです。はい、ということで今日は久しぶりの一人での撮影でした。はい、すごくちょっといいですね、ちょっとたまにはね。はい、ということでまた次回の動画でね、お会いしましょう。バイバーイ。